次は、赤月中学校と鴨森中学校の合同番号をお送りします。1曲目は、黒人霊下の悲しい物語なんですが、それを明るくジャズのリズムに乗せて演奏します。ドライボーンズです。マルツ先生の指揮でお聴きください。
次はミュージカルウエストサイドストーリーよりアメリカトゥナイトマンボーメドレーでお送りします。ではお聴きください。
最後の曲です。皆さんおなじみの映画や料理の鉄人などで、ね、おなじみのバックドラフトです。ではお聴きください。
をお聴きいただきます。最初は下藤中学校の演奏です。ではごゆっくりとお聴きください。
は樹木寺中学校と大春中学校合同で演奏したいと思います。第1曲目はスーザのマーチでエルキャピタンをお送りしたいと思います。皆さん一度はこの曲を聴いたことがあるんではないでしょうか。2曲目はハックビーの神の恵み、神秘的な感じのする不思議な曲です。1曲目のエルキャピタンは大春中学校の大橋美希夫先生に、2曲目の神の恵みは樹木寺中学校辻井直之先生に指揮をお願いします。では2曲続けてお聴きください。
樹木寺南中学校です。はじめにトゥモローネバーノーズを演奏します。
詩を演奏します。Thank you.
庭中学校1曲目ジャパニーズクラフティ2坂本九メモリアル、2曲目はミスターチルドレンの名もなき歌です。ではお聴きください。
クラーク作曲、トランペットボランタリーです。なお、ピアノ伴奏は佐野理恵子さんにしていただきます。それでは拍手でお迎えをしたいと思います。山室先生、お願いします。すいません、すぐお迎えしたいところですけど、せっかくですので、皆さん方に山室先生の、プロフィールを簡単にご紹介して、この中でひょっとしたら同じような道を歩む方が出てくるかもしれません。ちょっとお耳を貸していただきたいと思います。山室先生は地元、本当にこの地元です。対馬の加茂里小学校を卒業されて加茂里中学校に進まれ、その加茂里小学校の時から金管バンドでトランペットを吹いておられまして、そして加茂里中学校から名古屋の菊里高校の音楽科の方へ進まれました。そちらの菊里高校の音楽科の方でトランペットを専攻されました。その時に就いた先生が現在名古屋フィルハーモニー交響楽団の井上雅彦先生に指示されまして、そこから東京にあります国立音楽大学の器楽科トランペット専攻に進まれまして、当時 NHK 交響楽団の北村玄三先生にトランペットを指示されました。そして、国立音楽大学を出られてから現在東京で、ザ・ブラスという金管90奏のグループがありますが、そのトランペット奏者として、活躍をされております。このザ・ブラスという金管90奏はすでにビクターから2枚の CD が発売されております。吹奏楽雑誌でありますバンドジャーナルにもザ・ブラスの紹介、それからパイパーズにも紹介がなされておりまして、現在最も活躍を期待されている若手のトランペット奏者です。今言いましたように、この天郡の地区から小学校中学校と自分たちと同じように金管バンドや吹奏楽を経験されて、その中から東京で今ご活躍のプロのトランペットの先輩がいるということをぜひここに胸に入れていただいて、今から聴いていただく音楽を十分お楽しみいただいて、皆さんもぜひそういうことのチャンスがあったら、僕もなりたいなと思う人はぜひ頑張って練習に励んでいただきたいと思います。それでは山室先生のプロフィールの紹介を終わらさせていただきます。では大変お待たせいたしましたが、山室先生にステージに来ていただきまして演奏を聞きたいと思います。どうぞお楽しみください。
本当に素晴らしい演奏。次の曲は夢の後に。
いかがだったでしょうか。ぜひ、今お願いをいたしまして、山室先生に皆さん方にワンポイントのアドバイスでもしていただこうと思いますので、もう一度ステージにお呼びしたいと思います。山室先生お願いします。では聞きたいと思います。先生は小学校や中学校の時はどんな練習をされておりましたですか。練習ですか。そうですね、中学校の時はやっぱロングトーンとか、タンギングの練習と四分音符、八分音符、十六分符ってことがありますよね。ドゥ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 っていう、ああいう練習とか、リップスラーたくさんやりましたね。皆さんリップスラーってお分かりですか。音を切らずに同じポジションの音をこう上に上がったり下に上がったりして切らずに、ダーン、ちょっとやっていただきましょうか、ね、ちょっとこんな練習です。こういう練習なんですね。それでは中学時代も先生吹奏楽部だったんです、はい、中学の時に一番思い出に残っていることとか曲とかありませんか。曲ですか。そうですね、僕ちょうど中学ぐらいの時に今も亡くなっちゃったんですけど、ニーロッソっていう人いましたよね、イタリアの。その方のね、クリスマスの演奏会を毎年行ってたんですね。でレコードとかいっぱい聴いて、他にクラシックの人のレコードもいっぱい聴きましたけど、そういうなんか有名な人の演奏をたくさん聴いて、で、真似るようにしてました、はい、よくそういう CD、今じゃレコードなんてありませんので、 CD の、自分の楽器の CD をよく聴いて、その音に近いような音を出すといいというお話だと思います。じゃあ最後にしたいと思いますけど、皆さんお気づきでしょうかね。いろんなトランペットを吹いていられたんですね。3曲とも楽器が違ったっていうのはお気づきになられたでしょうか。1曲目に使った楽器と2曲目に使った楽器はなんか見ると一緒みたいに見えるんですが、実は違う楽器で、ちょっと説明していただきましょうか。最初に使った楽器が皆さんも吹いてるの米管って変路長調の楽器で、これは正管って言ってもう一音高い音程の高い楽器で、オーケストラとかでよく使う楽器です。で、ほぼ音色は変わらないんですけど、この最後にこれはピッコロトランペットって言って、ピッコロっていうのは小さい、イタリア語で小さいっていう意味で、さっきの米管の1オクターブの高い音が出るんですね。で、華やかでこうオルガンと一緒に演奏したり、こう昔のバロックの曲なんかたくさんこういう曲のこの楽器で演奏します。お分かりでしょうか。一番最初は皆さんがトランペットとかを持ってる米管というドの音を出すとピアノのシのフラットの音が出るんですね。ところが正管という楽器はその同じ指をつけてドを出すと本当にピアノのドが出るんですね。それからピッコロトランペットというのはその1オクターブ上が出る。ところが勘違いしてたのは、僕は高音が苦手だからじゃあピッコロトランペットを吹くと高い音がすぐ出るのかと思うと、そうなんないです ね、 ですね。僕も高い音苦手ですけど、これを吹いたからといって高い音は出ないですね。これを吹くと高音が軽く出るという楽器じゃなくて、それ用に作ってあるという楽器で、やっぱり吹くためにはたくさんの練習とそれだけ のテクニックを持たないとなかなかうまく演奏できない、特に難しいと思いますね。はい、じゃあもう一度大先輩になります山室雄二先生に拍手でお送りしてください。どうもありがとうございました。では今お話聞いたように、中学の時代はロングトーンといって音を伸ばす練習とかタンギングの練習とか、それからリップスラーの練習をされてたということですから、ぜひ皆さんもそういう練習を、トランペットだけじゃなくて金管楽器の子も、それから木管楽器の子も、基本練習を大事にするといいと思います。それでは次のステージに移りたいと思いますが、ちょっと準備をできるまで、説明をさせていただきますけど、今招待演奏として来ていただきました山室先生ですが、今日のプログラムを見てお分かりのように、この演奏会は第15回になります。つまり15年目になった、1年に1回ずつ演奏会を行いますので、さっきの山室先生も実は何回でしょうか、公開演奏会に中学生で出ているという年代なんですね。
そんな長い歴史を持っている交換演奏会なんです。で、今年は特に15回目ということで記念の、数字であるということで、今日皆さんに聞いていただきましたような、記念演奏として山室先生をここにお迎えをいたしました。そして今からもう一つですね、記念行事の一環として、せっかく天群中のバンド仲間が集まったんだから、ここでみんなで、一緒に演奏してみようという企画を立てました。これ実は、思い返せば5年前の10回の時の演奏会に、試しにやってみたんですね。その時は全員をこのステージの上に無理やり乗せてやったんですけども、今はそれより人数が多い、いろいろ顧問の先生方と相談をいたしまして、なんとか実現できないだろうかというんで、それだったら発想を変えて吹いてる人が客席にいて、客席からステージに向かって演奏すれば、客席は800席以上ありますから、全員が1個ずつ席を取っても十分足りるということで、今から、全員でここにいるみんなで、もうどこにトランペットとかフルートとか言いませんので、その場所で、みんなで演奏をして楽しみたいと思います。ただしですね、打楽器の子がもし、客席にいましたら、打楽器の子はちょっとずれると大変なので、このステージの上で、みんなやってもらおうと思っているんです。もし客席に打楽器の子いましたらね、こちらへ回ってきて舞台袖に来ていただけますでしょうかね。スネアドラムやシンバルや持ってきている子はそれを持って、譜面、演奏用の譜面台と譜面も持って来てもらえるとありがたいですね。さあ、それではステージの上に打楽器の方準備してもらって早速始めたいと思いますので、みんな準備をしてください。譜面台を高くして全員立ってやりたいと思いますのでね、立った状態で演奏できるようにしてくださいね。フルートもクラリネットも全員立ってやりたいと思います。もし今入ってきた子がいましたら、できるだけ、自分の学校の子は一緒になるようにして、並び方がトランペットが前でもフルートが後ろでも何でも結構ですから、空いてる席へできるだけ詰めて、始めていきたいと思います。もうすでに席が決まった子は譜面台の高さを立てて、とってもちょっとしんどいよっていうチューバの子は、椅子からちょっと外れた花道や、椅子の横に出て、演奏できれば、演奏できるようなところにいてください。はい、では大体準備できましたので、もう吹いてるみんなが知ってると思いますが、一度も合わせて練習なんてしてません。ここで一回やるだけですから、よく先生斉藤と言いますが、先生が指揮を振りますので、よく見てやってください。で、最初に紹介しておきますけど、今回どうしてこの2曲を選んだかということですが、まずマーチの方が演奏しやすいし、吹奏楽といえばマーチ、マーチといえば吹奏楽ですので、吹奏楽にはマーチはなくてはならない、といえば代表的な曲である。その中の特にスーザの曲をやりたいということで、今年度の中日のコンクールの課題曲にもなってます士官候補生のを1曲選びました。それと先ほど言いましたように、今回15回目という15周年の連盟結成15周年という記念的な気持ちも込めて、この連盟に何かふさわしいキャッチフレーズを持てるような曲を決めようじゃないかということで、顧問の先生方と話し合いをしまして、みんながこれからどんどん吹奏楽を通して、音楽を通して、より立派な、大人になっていってほしいという願いを込めて、線路は続くよどこまでも、つまりみんなこれから、中学校は3年間しかありませんけど、卒業してもずっと音楽を通して得たものを持ち続けて、さっきのように山室先生のようにその道で、専門になるかもしれないし、そうじゃないかもしれませんけど、それでもこうやって一緒にやった気持ちを持ち続けて、行ってほしいという願いを込めまして、線路は続くよどこまで、この2曲をやりたいと思います。
事前に顧問の先生に楽譜をお配りしておきましたので、おそらく初めてやることはないと思いますが、ただテンポや振り方が違うので、ま、迷うかもしれませんが、あんまり早くやりませんので、頑張って演奏してほしいと。では最初にですね、みんな揃ってチューニングのベイの音を出したいと。ベイって分かりますかね。いつもチューニングしてる音、ちょっと一度出してみてくる、見ますか、ね、いきますよ。1、2、3、4。いい音ですね。はい、でもちょっと気になったのは1、2、3、プーって音がしましたね、さっきね。4つ数え終わってからにしてほしいですね。では今からやりたいと思います。1、2、1、2と2つ絡みにしますから、そうしたら吹いてください。では打楽器の方は先生になりますが、よろしくお願いします。では士官候補生からいきます。どうでいいですか。気持ちよく演奏してくださいね。いきます。1、2、1、1。心配したんですけども、その時もいいなと思ったんですが、今日はさらにいいですね。ということはどのこのバンドもみんなとってもレベルが上がっていい演奏ができるようになったって証拠だと思います。それでは2曲目に行きたいと思いますが、天津島の中学校吹奏楽連盟のぜひ、テーマソングにしたいと思っております。線路は続くよどこまで、気持ちを込めて、演奏してみてください。では行きますので準備してくださいね。
4拍子ですから4つ絡みしていきますので、よく、最初の狂わないよね。あんまりね、ベタベタ長く吹いちゃうと遅れていくので、よく見てね。どうぞ、いきます、頭から。1、2、3、4。とっても演奏でした。ではみんな自分とそれから周りの仲間に、気持ちを込めて拍手をしてください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、とってもいい演奏ができまして、本当に自分の、同じ楽器を見ているのは学校を越えて友達だという気持ちになったと思います。ではこれで午前の部を終わりにいたしまして、午後は1時半から始めたいと思いますので、準備の方よろしくお願いします。ではこれで終わります。
演奏13番打楽器50奏津島市立暁中学校ピン小永康夫作曲ティンパニとパーカッションアンサンブルのための組曲